さん、スイカゲームやった。スイカゲームっていうかね、やったの。初めての 3D お披露目の回の時は、竜の爪のね、説明ちょっと分からすぎて間違ったんだよね。なんか、アタルさん、自分の父を支えてからやるやつが竜の爪みたいに説明してるんだけど、実は竜の爪って間違、ちょっとその説明だと間違ってて、乳輪を親指と人差し指で、親指と中指で引っ張ってこう伸ばしてから人差し指でこう擦るっていうのが竜の爪だったんですよ。ちょ、間違っちゃったんだよね、説明が。本当に申し訳ないなと思ってて、それこそあたるの、お披露目 3D 配信とか切り抜きしてくれてる人とかもいるんですけど、そのね、コメント欄とかでも竜の爪間違ってるとか言われてて、もう申し訳ねえなと思って、あたるも見直しても自分で間違ってるわって思ったんで、正しくは親指と中指で乳輪をこう引き伸ばして張らせてから乳首を人差し指でいじる、カリカリするっていうのがこう竜の爪の正式なやり方なんですよね。申し訳ねえなって思いました。ぜひ皆さん覚えて帰ってください。正しくは親指中指で乳輪を引っ張ってからの人差し指ですね。皆さん竜の爪覚えて帰りましょう。というわけで今日の配信はここまでにさせてもらいます。ぜひ